大笠米米ビデノイダホライアンホラは、カタツムリの一種。平らな、傘状の殻を持ち、沖縄本島近辺に分布する。殻は、半透明がかった、高褐色をしており質は薄く、中央が高く盛り上がらないので横から見るとごく薄い、レンズ状をしている。殻の高さは5から7ミリメートルしかないが、各径は17から25ミリメートルあり、比較的大きなカタツムリである。 ラソーは6.5巻き、殻の円は鋭い量になっている。へそこうは大きくて浅く、その円は角張る。生きている時は半透明の殻を通して南体部のブチ模様が透けて見える。北では、鹿児島県の薩摩半島、奄美大島、徳之島、それに沖縄本島と近辺の久米島、平安座島、宮城島、伊部屋島、伊勢那島,島に分布する。トカラ 薬島、種子島では報告がない。森林内で朽木に付着している状態で発見されることが多い。カサマイマイ科はインドから中国までの東南アジア、フィリピン、メラネシア、ポリネシアの一部にかけて9属ほどがあり、日本には本種を含むカサマイマイ属の3種がある。日本には本種の他に以下の2種がある。高カ,カサマイマイは、 本種より小柄でからは高く盛り上がり、薬島、種子島から中野島、口之島、口の栄領部島、奄美大島まで分布する。艶イマイは、確定に艶があり、へそこうの縁が角張らないもので、石垣島、入表島と与那国島に産する。なお、この種のタイプ産地は、宮古島だが、現在は見られないとのこと。海類、環境省、 第四次レッドリスト大笠米琉球大学資料館封じ館港 A 武田西 P60 港 B この章港 A ありがとうございます